こんにちは、エンジェルトークです。ちょっとこの先を聞いてくださいね。になりました、この時間今日はエンジェルトークを久々にみどりちゃんとお送りします。こんにちは。なんかめっちゃ久しぶりじゃない？ですね。ねえ、なんか自分らの番組はね、ここで多分やってるんでしょ、教会のやつとか。教会のやつも公認の人がやってくれてて。あ、もう任せてんの。この教区自体は、うん、放送局自体ご無沙汰でございます。あ、そうな、うん、あれ会社の方もやってなかったっけ。会社のやつは収録、うん、しかも私じゃなくて別のパーソナリティをお願いして。あ、もう抜けてるんや。ちょっと、はい、文居さん、文居さん的に。そうだ。すみません、寂しいな。なんかみんなが最近みどりさんが出てきませんねとか言って寂しがってなったよ。いや本当だから今日みどりちゃんとだって仕事やんか、この時間普通に、うん、今日一番めっちゃ緊張する、一番忙しいんですよ。偉いさんにならはって。偉いさんに ね会社でもね、偉いで、そっちの体が偉い、心が偉い。いやいやいや、役員さんにならはったんや。ならはったんや、ね、なんか毎回そうよね、みどりちゃん毎回なんか社長とかになっていくよね。普通に入るんやけど、社員として入るんやけど、気が付いたらなんか社長になってるみたいな。前回とかもそうやったよ。浮気が甘いかもしれない。いや結構リスク高いからな。できる女ってことやろ。すぐ昇進するってことや。聞こえがいいけどね。実情聞いた、知ってる人が聞いたらね、もう弱気を受けたなみたいなところもあるかな。いやいや、もう神様してたら何も怖いことないから、ね。そうです。ほんで普通に仕事やから、うん、絶対この時間無理やなと思ったけど、なんか、うん、今日のもう帰ってきてすぐのね、この前もう日曜日に、土曜日帰ってきたのかな、帰ってきてすぐのエンジェルトークで、神様デートやんのとか言ったら、どうか誰の顔も浮かばんわけよ。一人だとやらへんでとかって言ったら、なんかふっとみどりちゃんの顔が浮かばんわけ。みどりちゃん仕事やんって、平日無理やんって言うんやけど、なんかどうしてもみどりちゃんの顔が浮かばんわけよ。確かにこの歌詞聞かせたいよな、みどりちゃんに直接聞いてほしいよなとか言って、最近朝寝る感あんま出てきんしな、なんかちゃんとの LHOJ も最近来てくれへんしなとか言って、ちょっとみどりちゃんこれ直接聞かせなあかんよな。じゃあ私のためだけに、じゃあそのね、そうよ、そうよ、神様もそういう見心やったほな、みどりちゃんの仕事がね、あの開けてこっちに来れるようにしてって祈ったんよ。だからこの2時から、うん、この2時からですよ、うん、本当に一番めっちゃこの代表、共同代表を引き受けたんだけども、引き受けるにあたっていろいろなことがね、とっても重い役務があるわけですよ、それが本当に私が引き受けられるかっていうのは、今日の2時からの、あのある場所での面接とか、その話、確認とかで決まるんです。それが今日の2時からだったの。めちゃめちゃ完全にダダかぶりしとるやん。全然無理やんな。無理やんと思って。だから2人と無理って言うんだけど、でもなんか聞いてみみたいな思いが来るわけ。聞くだけ聞いてみようかな。ほら、見言葉で聞くんだけど、そうじゃなくて普通に電話して聞いてみる感じが与えられてね。で、先方の、この窓口の人にね、送るんですけれども、じゃあもうダメだったら、もうダメ元で聞くんですよ。ダメだと思うけれども、もしだったんだ、だったらって言って、今日の2時のやつね、3時半からとかにしてもらえたりしませんよね。大丈夫ですよ、とか。すごい、それがすごいよな。当日のな、だって向こう何人か準備してくれてるわけやんか、そうね、なんかほら待ち構えてるわけやん、そんなん一人とかだったらいいけど、そんなん一人かもしれないけど、よう分からんけど、そうそう、だからね、すごいわ、やっぱ神様やってん。そうやんな、ちょっと待ってくださいよでもないのよ、すぐにあっさりいいでしょ。すごい、ほんま神様開かれるとこ行ってパッて開かれるよね。どんな無理やなと人が思っててもさ、神様に無理はないからさ、パッて開かれるとき開かれるよね。はい、ありがとうございます。久しぶりエンジェルトーク出れて嬉しい。でも、あのエンジェルトーク出るときはほらちょっと心構え、毎日心構えしてるわけよ。そうなん、なんかこれ神様やんいうちっちゃいことあるやん、ちょっとしたこの日常のね、あるなんか何かが出てきたとか、そんなことから始まってお天気がどうのとかさ、財布が見つかったとかあるやん、あんなしょっちゅうあるやん、なんかとか駐車場空きましたとか、そんなんだけでもちょっと書き溜めとかかったら、ネタがないやんって思っていつも書き溜めとか言ってるけど、完全にこう油断してるわけよね。もう出ることないからね、何も書き溜めてなくてさ、
どうしようどうしようどうしようとかって思って。でもなんかそう、うん、天気といえばさ台風やったんやって、うん、そう帰ってくる時あすかちゃんに文句言おうと思って、台風長いことおったよ、そんな長いことおったんやさあ、ね、京都とか香川とかだったら台風ってさ、20分ぐらいで通り過ぎるの、台風あれ台風来とる、あれこれも通り過ぎたみたいな、台風なんか来とったみたいな、ほらくる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 って期待して待ってて、実はさっとこう背負った状態にいたのが大事でした。沖縄来てから沖縄台風長いね、長い3日間とかおるやん、そんなにおった今回4日半行っておられましたよね、マジで、うん、だからね、うん、主人がね、うん、あんた帰ってこれへんのちゃうとか言うわけよ、うん、空港に向かって、うん、もう礼拝素晴らしい礼拝を終えて、うん、空港に向かって電車の中で、うんうん、ちょっと聞いてみやって、うん、あの多分沖縄すごい雨嵐で帰ってこれへんで、うん、で他の便結便になってんで、うんうん、昨日まで結便やでとか言って、うっせやん、どうすんの、うん、とか思って、でもそんな台風で打ち砕くわって、うん、もう次の日ね沖縄で礼拝やったからね、うん、私に礼拝させへんわけ、沖縄での礼拝させへんわけないような神様とか思って、うん、で第三の展開、打ち砕く打ち砕く打ち砕く、台風絶対行け、もう 今すぐ行けとかって祈ってたわけよそれもっと早うやってほしかったな、全然知らんかった台風って、ほんま、うん、でもさっき言うとったよかったな、うん、もうね、自分のことで考えながら絶対台風のことで祈ってないで絶対と思って自分だってめっちゃいい天気やったもんだって、そう、ね、もう東京とか最悪やったよ本当に、家がもう全部壊れるんじゃないかいうぐらい、そんなひどかったん、被害やったん、被害はないけど、いやだからあれがあったわ、家帰ったらブーって壁が入ってた、天井とか被害やすごい被害やった、まあね、なので次の日礼拝のにどうしてこんなこと来たらさとか必死で 夜に着いて必死で夜中に当日だよ私も最悪ほんま、でもだから無事飛んだわけよ、うん、ほんであの条件付きでね、うん、横の人とかはね、うん、条件付きになりますって言われてるわけ、うん、フライトがね、うん、もしかしたら、うん、那覇が荒れてたら、うん、福岡に到着しますとかね、うん、福岡着されても困るわとか思ってさ、うんうんうん、で今上げ言われてるわけよでも私は何も言われなかったわけ、みんな言われてたのに、うん、だからあ私には言われへんかったから、うん、大丈夫やなって思って、みんな私と一緒に乗れる人たちみんなラッキーや、ね、そうそうラッキーやないと私のおかげで、そうそうでもうち那覇に着いた瞬間ピタッて雨風が止んで、うん、そっからピタッてなくなってさ、なくなったよ、なんかあすかちゃんどうせ帰ってきたんやなと思ってさなんかこの天気の良さはと思ってさそうやんよね、すごいよね、うん、神様ね、うん、いやでも竹田君祈りとかしたけどやっぱりこうね、なんか悔い改めとかが必要なのかなと思ったからな、うん、なんか一瞬やんで気がするけどまたバーンと降ってきたとかさ中途半端よ、中途半端なお祈りしてもね、聞かれ方がやっぱ飛鳥先生がね、いやいやいや、そんな言わせてください、言わせてください、でもこれから出かける時もちゃんとあの主の役です、ちゃんと祈ってからね、出かけてね、あくまのことも忘れた、ほらそうやって頼むわさ、うんうん、なんか昨日の朝のさ、うん、デボーション祈り会の時にのちょうど学びの箇所がさ、うん、使徒の27章のだったよね、うん、で10節でさ、うん、あ19節で家内の日数が経過しており断食の季節もすでに過ぎていたためっていうところがさらっとあったわけ、うんうんうん、断食の季節が過ぎたとか思ってさ、テキパキって反応したわけよ、ほんでさ周りもさキリキリ、これどういうことですかねって言うから、もしかしたらもうね40日断食終わってまだ40日やったわけよ、うちらなんか結構多くの人がさ2回続けてやったわけよ、うん、もういい加減しんどいよなとかって言って、それがちょうど終わってたわけよ、で終わって食べてもいい、それでもまたやるのみたいに、なんかもう1食だけ捧げる、あ2食を捧げる、うん、1日1食だけ食べる、うん、2食を捧げますやったら結構余裕でできるわけよ、うん、でもこのままずっと景気までできるんじゃとかってなんかみんなで言わされてて、いやどうしようとか思ってたらこの日から来たから、あなんか今日は食べてもいいんかもとか思って、で聖霊様がいいよって言って、じゃあスーパーに買い物行こっかって言って聖霊様が誘ってくれたわけ、でどっちに行くの、山陰に行くの、それとも向こうにビッグに行くのとかって言ったら、ビッグに行こうとか言って、でビッグに行ったわけよ、で何買うのって言ってこう見てたら、なんかね私そういえばね、ちょっとなんか早すぎて耳が追いつかないって、あすいませんごめんなさい、ゆっくり話す、はい、京都の関西人ね、そう早口ですいません、すいませんね、土台さんど、はい、はい、すいません、ゆっくり喋ります、ゆっくり喋ります、はい、ほんで、うん、イオンに行きました、ビッグに行きました、うん、そしたらね私ねずっとうなぎが食べたいって言ってたのこのトリップ中ね、うん、だけどなんか全然食べれへんかったわけよ、うん、ほんで、まあ、高いやんかうなぎ大体ね、うん、
ほんで行ったらうなぎがね半額でね、なんかしかも鹿児島産よ、中国産じゃなくて、鹿児島産の美味しそうなうなぎがね1000円やったわけ。普通1950円するから繁栄でさ、だってうなぎって2000円するわけよ1匹ね、それが1000円やったわけ。あ、これ半額やんとか思って、これすごい、これ買っていいのとか言ったら先生の、いいよいいよって言うからうなぎにしたわけよ。でもうお家帰って作ってたら主人がうわーすごいとか言って、うな初のうなぎだ、今年初だ、やったやったとかってめっちゃ喜んでるわけ、どうしたんとか言って、このうなぎがちょっと食べたかったんだよ、それでね神様にねうなぎ食べさせてって祈ったんだよ、すっごーとか思って、私の祈りよりも、私は食べないって言っただけで祈ってはなかったからさ、あ、主人の祈り聞かれてたんやとか思ってさ、めっちゃ嬉しそうな顔してさ、やったやったとか喜んで食べてんの、美味しそうに、優しいな、そうちゃんとなね祈り聞いてくださってるんや、ほんまに。だってずっとずっとお留守番してさ、ね、前はほら留守長とさ余裕があったから、ね、明日の旦那さんとかちょっとカレーとか持ってきて、そんなに全くなくてさ、激動のちょっとね報告したけど、激動の6月7月を過ごさせていただきましたけど、でもなんかそういえば持っててなくてごめんなさいねと思ってさ、ね、もっと交わりしたかったけど、ありがとうございます。その時は本当にお世話になって感謝でした。ほんでさっきこのアーミーオブゴッドのあれを聞いてもらったのは、あの歌ね、タンバリンで踊る、タンバリンで踊ってるんだけど、なんかアーミーオブゴッドっていう神の武具を歌ってるんだけど、そうそう、変だ変だ、そうそう、ですごいめっちゃかっこいいね、でバーンとこうやってこう、これ踊ってると火が飛び散っていって、サタンをガーッてやっつけてくれる、すごい威力のある歌ですね。でその歌を全部英語やから、なんか日本語にしてくださいって言われて、であの日本語の歌詞を作ったわけ。それがさっき聞いてもらった方で、盲人の目を開かれる、ツボの耳も聞く、歩けない人が飛び跳ねて、星の下は歌う、イスラエルの神、力強いお方っていう歌なんだけど、その歌をずっと歌いながらね、こう踊ってたわけよね。そしたらそのやっぱ歌の通りになっていくわけよ。前回もさ言ったっけ、あの十弦のことたてごくよ、目を覚ませ、私は暁を呼び覚ましたいって詩編57っていう曲が、長澤たかみが作った曲があって、それをずっと歌ってたわけよね。あと土台さん、詩編149のさ、踊りを持って皆を賛美してよ、タンバリンとたてごとをか撫でて主に褒めて歌い、アーメン、アーメン。あのダビデの曲もあってね、さあダビデがしたよ、ミリアムがしたよ、タンバリンでお手に踊れみたいな、それも踊って、そうあでもタンバリンで踊って、でこのアミオブゴトと両方歌ってたんだけど、で前回その十弦のことたてごとよって歌をずっと歌ってたわけ、トリップ中に賛美が流れてね、移動する時に曲沼の曲の中からね、それを歌ってたら。実際私のハープの音が変わったっていう話した、聞いた、あ、なんか聞いた気がするとき、そのなんか弦が切れて、でその先生のとこに持って行ったら、あ、はいはいはい、先生にスパルタで教わって、そしてすっごい今までの弾き方がどう全然違ったってことが分かって、指の動きを教えてもらったら、すっごい綺麗な音に嫁がこんなハープからこんな綺麗な音が出たっていうぐらい音が変わったわけよ。那覇の先生ね、そう、ね、そう、それでその歌を歌って、十弦のことを歌ってことで目を覚ませ、私は暁を覚ましたいって歌ってたから、そのことが起こったわけ。で今回この歩けない人が飛び跳ねて推しの下は歌うってずっと歌ってたわけよ。そしたら横浜の最後の礼拝の時に、生まれつき脳性麻痺で歩けなかったっていう歩けない女性が車椅子に乗って連れてこられたわけ、キューちゃん牧師にね。ほんで最後に祈ってくださいって言われて、最近なんかみんなでこうエンジン組んでブワーって威厳で祈ってその輪の中に入れるっていうのが、これをしたらすごいみんな癒されるっていうのがあってね、その輪の中に入れてみんなで祈ったわけよ。もうなんか一番そうなんかグランドフィナーレでなんかみんないっぱい来てくれて祈ったところが、岡山とか広島からも今回行けへんかったんやけど、そしたら岡山広島からも来てくださって、たくさんの人が来てくれて、その人たちでブワーってみんな神の粒子が集まってたわけ。てか当て手をつな い, ない祈って手をつないで祈って、でその人の足を、目の見える子がね、例の目の見える子が見たら、
もうがんじがらめに足が、うん、足かさがつながれてるわけよ、うん、でそれをみんなプチ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 切っていったわけ、うん、ハサミでね、うん、ほんで切ってグワッて焼いていって、うん、あと脳性麻痺だから脳が立つってことを伝達できないわけよね、うん、脳も癒されるように祈って、うん、脳がちゃんと立てって命令してしたら足が立ち上がるっていうこの伝達機能が治るようにっていうのをバーって祈ったわけ、うん、ほんでくるぶしも強くなる一回も立ったことないわけだから、うん、くるぶしとか、ね、そう筋肉とか全くないから、うん、使ったことのない足が立てるわけないわけよね、うん、病気が癒されてもだからくるぶしも強くなれ筋肉も強くなれって言って祈って、うん、そしたら、うん、その人に喋んないのよ喋れない喋れない、うん、で手も半分麻痺でこっちが動かないの、うん、こっちだけ動くわけ、うん、かろうじてで何をしてほしいですかって、うん、イエス様が前に立ててるんだけど私あなたは私何をしてほしいのかって言ってるわけよ、うん、それをそのまま伝えたわけ、うん、そしたら2つチューとしてたんだけど途中からみんなが何してほしいのって言ってるよって言ったら、うん、携帯に書き始めたわけ、うん、歩けるようになりたいって、だからそれが彼女の、ね、一番の望みだったよね歩けるようになりたいってでじゃあ今イエス様がそれをね聞いてくださったからね歩こうね立ち上がろうねって言ってもそんな治ってた感覚がないとさ無理やだから無理無理無理ってなったわけようーなったわけだけど信仰によって受け取らないと今癒してくれたんだよって信仰によって受け取る立ち上があなたが立ち上がるときにイエス様の力が望むんだよあなたが立ち上がったら癒されるんだよせっかく癒してもらったのにあなたが立ち上がらなかったら怒らないよって受け取らないとねそう言ったらキューちゃん牧師が立てせましょうって言ってグッと手を使ってはいって言って、うんうん、落としたら、うん、立てたわけくるぶしがビビビビって強くなって、うん、ほんで一歩ずつ一歩ずつはい右足左足って言ったら出てきたわけよ麻痺で動かん足よそれが動いたわけよ最後はジャンプしたんよほんでその後の昨日の日曜日の礼拝キューちゃん牧師のところの礼拝で立ってるわけ普通にでなんかこう今までずっと立ったことがない車椅子しか座ったことないからもう立ち上がって嬉しくって立つことの喜びを覚えて礼拝も立って参加してるわけよほんで今まで一度もトイレ一人でできたことがなかった一人でできるみたいすごくなーハレルヤ神様すごい神様すごい神さんその奇跡の女性次回の集会を歩いてその場所に向かうという今頑張って歩行訓練してますからねすごーすごーあ、すごーできないことはありませんそれを受け取るだけだもんねすごいよすごいねあそこのキューちゃんの教会の牧師の人やねあその教会の人やねすごい詩編57の発音を書いてそう私の魂を見ると自由弁のことをそうこの歌を歌ってたらその通りになったわけよで今回もそう歌ってたらほんまに飛び跳ねたわけよすごいね神様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 ねえこれすごい励ましやね励まし、ねうん、みんな諦めねやっぱどうせダメっていうのをねサタンにね、うん込まれてるからねそうどうせ歩けないとか込まれてるんだよねそうよだから私のテスちゃんね、うん、岡山の三井さんとこの、うん、お孫さんも絶対こうなる私はもう見せられてたからビジョンを、うん、だからその映像をね、うん、あの送って松村さんと、うん、としみちゃんとかに送って、うん、お先ありがとうございますって来てたからさ、うん、よかったと思って絶対そうなるくるぶしやもんねくるぶしが強くなってテンションもあるよねくるぶしが強くなってあるとどうかなって思うそうだって今まで一度も立ったことがない人がさ、うん、もう子供が一緒やね赤ちゃんが立つ時絶対子供やんか、うんうん、あんな感じやったよ最初は、うん、だけどもう今立ってるんよ嬉しいね最後飛び跳ねてるんよすごいよね、うん、ほんでもっとすごい奇跡も今回奇跡の連続やってるけどダッシュダッシュそうそう前回さあのガソリンがほら私があんなやつだけ増え減らへんねんって言ってたやん、うん、ここで、うんうんうん、見てて自慢そうに言ってたそうほんでその証を何度も体験したんかね、うんうんうん、だけどフルのガソリンが減らないっていうのはさ、うん、まあありがたいことで、うんうん、進行も何もないやん減らへんねんからやったぐらいですごいなぐらいやんか、うんうんうん、で聖様にちょっと突っ込めたんがほんまの進行を使うのは、うん
エンプティーになって、うん、エンプティーランプがついた時に、うん、入れないでられるかっていうのが信仰やねんでって言われたよね。入れないガソリンを入れずにいられるかっていう、はいはい、だからこのフルの時にも減らなかった、減らずにもう200キロぐらい走ってたわけよね、うんうん、それはなんか安心の中でいけるよね。そう安心の中で、そう、うん、それがエンプティーランプがついてからできますか、うん、同じことができますか、うん、っていうチャレンジがあったわけよ。水の中を歩く信仰、ね、なるほどとか思ってそう来るかとか思っていや私はその信仰ありますって言ったわけよ、うん、だって今まで何度もね私、うん、それを証しするやんか、周りもみんなそうなるわけよ、うん、私も減らんかったとかさ、うんうん、言ってるわけよ。だから証し映るもんね。そう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 、ね、そうだからじゃあ今回ね、うん、東北に行ったわけよ、うん、岩手から、気仙沼とか、うん、いろいろ問い出しに行ったわけ、うん、そこでまたすっごいことが起こったんだけど、うん、もう海の上に水ができてさ、みんなで東北大震災やったやん、うんうん、ただ10年後やねん今年、うん、ほんでなんかそう漂流ポストっていうのがあって、うん、そこに毎日毎日手紙をね、亡くなった子供にね、うん、書いてる親の手紙が NHK かなんかで読み上げられてるところを、うん、たまたま吉田ホイホイさんが、うん、たまたまテレビをつけたら、うん、神様に見ろ見ろって言われて、うん、つけたらその番組やってて、うん、で当時20歳やった子が、うん、今はもう30歳になってるけど、うん、でその子に向けて親が泣きながら手紙を書いての読み上げられてたんだって、うん、でその子の20歳の時の顔が写真で出てきた、うん、でその時に神様が吉田さんにこの子をね天国にあげれるんだよって、うん、あなたたちが言ってくれたらねって言ってあげて、なんかあげてほしいとかって言われたんだって、うん、で彼は大阪の人やから、まあ、自分は行けへんけどそのさんだとか東北に行く時に行ってくれませんかっていう LINE が来たわけよ、うん、そんな言い出しっていうのはいかんと分かるんですよって私ポロッと言ったらえーってなって、で神様が行け行けって言われたんやって、でいつ行きますかって私が聞いたらちょうど22、23って言われて、それがうちらが東北に行く時やったわけよ、うんうん、相手の本当はこの東北で郡山で礼拝の日やったんやけど、たまたま郡山の礼拝の松村さんがちょっとこの日できないってなってクローズになったわけ、うんうん、でそこで2日間だからもう東北取りなしに行けたわけよね。で彼がなんか陸前高田をはっきり示されて、それが陸前高田やったわけ、漂流ポストが。ほんでもう一個別の方が大川小学校なんか84名の生徒さんで犠牲になったっていう、そこと、で私はなんとなく気仙沼って思いが来てて、でもう一個宮沢賢治の墓がある花巻っていうところ、うん、岩手のそこ4カ所、まあ、その時に導かれて行ったんだけど、でその時それぞれ全部もう奇跡があるわけよ。一個言うと、気仙沼かなだったかな、そこでバーッ違う石巻かな、とにかく一本松の奇跡の一本松が残ってるところでガーって祈ってる時に、海を取り出してる時に海の泉ちゃんが見えた幻で、うん、モーセがガーって杖を振ったら後悔が分かれる、うん、あれが浮かんでその中から骨がいっぱい出てきたんだって、うんうん、でその骨にエゼキエル37章が今度開かれて、そうそう、でみんなが起き上がってきた、幻が彼女見てたわけよ。だからここに行って角笛吹いて、バーって角笛吹いたら海が分かれて、海の中に隠されている死者たちがみんな救われていくっていうのを彼女は見たのね。でそこで角笛吹いたわけよ。でタンバリンのダンス踊って、でもう御言葉宣言して祈って取りなし、そこで死んだ方たちのために取りなし、悔い改めの祈りとかをして、もう礼拝したわけ。そしたらブワーって神様の臨在が望んできて、海の家にね道ができたの。スーッと海の家に、海の上に、うん、海の上に道ができたの。乾いた土なんかね、うん、水の上に別の道ができてる。なんか写真撮ったから後で見せるけど、うん、なんか誰もがこの霊の目じゃなくて、うん、普通の肉の目で見て海になんか潮の道みたいな感じ浮かる、うん、あれがスーッと向こうの方に向けて道がヒューンってできていったわけ、うん、でみんなが見て、すごくないこれ、海に道ができてるとか言って、うん、そしてその霊の目が開いてる人はそのままその道が天につながってるのが見えたわけ、うんうん、でそこをイエス様筆頭に、そこですね、たくさんの魂がプワーッと上がっていくのがね見えたわけよ。でその後もう一人の子が天使がいっぱいいたって言ってて、天使の羽が大きいね、天使の羽が海にプカプカ浮いてるのとかを見つけたりとかね、まあ、とにかく私はエコを表してくださいって、あなたにエコを表してくださいって祈ったらそういうのが見えたわけ、肉眼の目でみんなが見たわけ。だからすごいなとか、そんなこともいっぱいありの、その帰りに
岩手から帰る時にやっぱりもうガソリンが4分の1しかなかったわけよ、うん、で高速道路に普通だったら乗る前に入れるやんか、うん、でも、まあ、乗ったわけよで乗って相変わらず、ね、イエス様一緒に走ってねってイエス様一緒に運転してねって言ったらイエス様運転結構早いわけよ、うん、なんか気がついたら140ぐらい走ってるわけよ。いやいやいや、ほんでスピード違反です、すいませんほんでなんかガソリあれもエアコンとかもさ、うん、ガンガンつけてたからさ、うん、一気になんかエンプティーランプすぐついたわけ、うん、よしこっからやとか思って聖者様あなたのチャレンジを受けますって言って、うん、で全然休憩しないでだからもう切れずに、うん、その140キロで200キロぐらいの距離を走ってた、距離をえずっと走ってた、うん、だから2時間ぐらい走ってた、はい、ほんで全然きっと止まらない、うん、でサービスエリアでじゃあ食事をしようってことになって休憩したわけよ、うん、で休憩した時にだから一緒に出た車と45キロの差があったの、うん、うちらが先に休憩入って30分後ぐらいに彼らは着いたわけよ、うんうん、まずそのくらい早く走ってたってことなんだけど、うん、ほんでエンプティーランプついてるの に普通だったらそこの休憩したとこにガソリンスタンドもあったわけよ、うんうん、でみんなは入れなさいって周りはね、うん、でも私の車の人たちはみんな進行で、うん、いや飛鳥さんワクワクしますねこのまま行きましょうって言ってくれるわけよで神様きっと満たしますよねとか言ってみんなが私の車の人は乗ってるから、うん、進行あるから、うん、でこっちのもう一個の車の人は、うん、途中で延行したらどうするんですかとか言って吉田ホルさんとかがそうそうそう途中で延行しますよガソリンくれとか言われても知りませんよとか言ってでちょっとそういう、ね、チャレンジを受けるそれはそうだよねって、うん、どうするって聞いてもう入れんかったわけよ、うん、そのチャレンジを受けてガソリンさんであるんやけど入れんかったわけ、うん、でそのままずっとまた100キロぐらい走ったわけ、うん、郡山ジャンクションの手前ぐらいまで来た時に、うん、プスンプスンプスンって言ってねやばってなったわけよ、うんうん、でもうアクセル踏んでも全く動かなんかスーッとってなってくわけで横に止めて、うん、で路肩に止めたわけ、うん、で全くもうエンジンもね、うん、動かんようになったわけよ、エンストじゃないわ、エンストじゃないわ、ガス欠や、そうそうそう、うん、で、なんでよ、変えたーって叫んだわけ、4人で、うん、私もみんなでずっと賛美しながら来たし、現場に来たのに、あなたがチャレンジしろって言ったんでしょ、なんでこんなことになるって、私はマジで、セル様に言ったの、ダーリー、なんでよって言ったら、すべて私の見ての中っていう、またその曲を戻ってたわけ、ずっと、うん、その曲が流れてきて、うん、あ、なるほど、なんか意味があるってことが分かったわけ。うんうん、ここで止まらされた意味があるって分かった、うんうん、ほんで、まあ、普通止まったらどうするってなって JAF 呼ぶやんか、うん、でメンバー その一緒に乗ってたこの人が JAF のメンバーやったから、うん、まあ、ただで JAF 来てくれるわけよ、うん、ガソリン持ってきてくれるわけ、うんうん、でガソリン10リッター持ってきてくれる間20分ぐらいなんかな、うん、その間に高速道路から車から降りてくださいって言われて、うん、危ないから車乗ってたら危ないから降りてくださいって言われて、うん、降りてる方がよっぽど危ないわとか思ったんやけど、でもそれ言われたからタンバリンとつぬべを持って降りて、うん、でそこにいた子たちとタンバリンは私のタンバリンの師匠の小杉ちゃんやったわけよ、一人は、うんうん、で小杉ちゃんと一緒にタンバリンクワー踊ってて、うん、このアーミーオブゴッドとか、うん、ダビデメドレーとか何曲も踊って、うん、ほんで新しいパターン、ね、高速道路の際でど真ん中よ、ど真ん中の際で目立つわ、もう車がパン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 、トラックがさパッシングしてくるわけよ、ほんでトラックにパッシングさせらされながらこんな踊って、でもなんか踊ってたらもう結構面白くなってきて、誰とか言いながら誰に向かって踊ってるよとか言ってでバンバン踊ってて、そうほんでなんか新しいパターンを教われたかったのに全然時間がなくて教われなかった、小手ちゃん今教えてとか言って新しい曲のパターンを小手ちゃんからそこで教わったりとかしてたわけよ、でラッキーとか思って、そうこうしてるうちにジャフが来て、でガソリンを10リッター入れてくれて、でそれもね安かったら165円かな、だからね高速の中でやったら170円するわけよね、だからあよかったとか思って、で入れてくれて普通に車が走って、で次のサービスエリアにあのガソリンスタンドがありますから入れてくださいよって言われて、あそうですねって言って、ほんまにすぐあったわけ、普通さ高速の中でもなかなかガソリンスタンドがあるサービスエリアを探すのが難しいんだけど、ほんまにすぐあったわけよ、で神様の備え万全やなと思って入れて、でも170円高かったから1リッターね、もう30でいいですって言ってちょっとしか入れんかったわけで、全くないところから10リッター入れてもらってもエンプティーランプが消えただけで、うん、E はメーターはまだ E なわけよ、うん、全然上がってないわけ、うん、でそこから30入れても、うん、あの半分もいかないわけよ、うん、ちょっとしか上がってない、うん、最初に入った時くらいでその4分の1くらいしか上がってないわけ、うん、だけど走ってる時に
そのガソリンがビュービュービューって増えて、うん、フル近くなったわけ。はぁってみんなで、うん、今頃増えてるしとか言って、ダディ遅いわ、なんで今頃、なんでこの奇跡をもっと早くやってくれなかったの、うん、事故って、うん、そしたらほんまそこが事故現場やった。大きな事故があってんそこで、だから、うん、そこで死んだ人もいたわけ。取りなせた。そう、そこに泊まって、うん、そこにいる事故の霊を芝居で打ち砕かんかったら、うん、事故が起こったとかって同じとこ事故が何度も何度も起こるやん、うんうん、るね、そこにいる事故の霊を全部縛って、うん、タンバリンで、ね、打ち砕いたわけよ、うん、でそこで福音も語ってたわけ、うん、そう、歌の中に賛美の中に入ってるから福音が、うんうんうん、結局そこで死んだ魂、うん、天に上がって、うん、でそこでも事故の霊を全部打ち砕いて東北道綺麗に血を血潮で覆ったってことをやらされてたわけよ。でそれ任務完了したからガソリン増やしてくれて、結局30リッターしか入れてないのに、全然普通の真ん中ぐらいまで一点バーって増えてね、フルまで行ってね、フルの近くまで行って、でそっから最後ちょっと走って、で、ま、真ん中ぐらいになったところで、だから自分たちが入れたよりも多くだってね。エンプティでさすがに返したら悪いやん、小銭ちゃんとかの車、ゆるかさんの車やからさ、足りた借り物やねん、そうそうそう、だから、あの私はエンプティで返そうと思ったんやけど、それは失礼だなと思って、ちょっと入れないといけないなと思ってて、だからその30入れたやつがね、結局増えてね、それで全然、そっからさらに150キロかなんかで帰ってき、200キロの距離かな、帰ってきたのに、結局増えて、そのまま返せたわけよ。すごい奇跡よ、細かいなみたいなでしょ。だから止まったも意味があったっていうか、だから聖霊様と言うと、聖霊様が私を挑発したのエンプティーランプがついたから行けますかって、それでそんなとこで止まらんさられへんかったら、止まらせるためにはそういう風にするしかないよね。高速のど真ん中で私が路肩に止まるのだこと、そこで取りなしとかタンバリンとかありえへんやん、そんな思いつかんしね、思いつかへん、やろうと思うよな。そう、しょうがないからそこでね、じゃあタンバリン練習しようかな、そうっていうことが、それがその現場が事故現場やったんや、すっごくない、これもうびっくりするわっていう感じのね、ね、本当に段取りかすごいよね、神様の段取り ね、 ね、しっかりされたね、本当に、いやもういっぱいあるんだけどいっぱいあるんだけど、ゆめちゃんも何か話したことがありますか。いやいや、私ネタがなかったら喋ろうと思ってる仕込んでるだけでどうぞどうぞどんどん言ってください、どんどん。ほんで、もう一つは、その宮沢賢治の墓っていうところに、宮沢賢治のさ、あの雨にも負けず風にも負けずってあるやん、あれってさ、クリスチャンの方がモデルになってるんだって。で友人で、彼自身は法華経のなんか教えで仏教やったよね。だけど友人でそのすごいクリスチャンがいて、その人、その当時ってさ、やっぱ迫害される時代よね、ほんで野草だとか言われてすごい迫害されてて、その人の友達ちゃんが、子供がね、9歳の長女がね、お腹蹴られて、その子供とか言ってお腹蹴られて、それがなんか腹膜炎かなんかになって、で死んなくなったんだって。だから迫害されて殺されたって子供がね、だけどそれでもね、もっと一つ言わずにね、愛を持ってその地域に仕えたんだって、その人いろいろ言われながらもね、で雨が降って、それでなんか東に、なんか北に病人がいれば行って慰めみたいな、東に何か行ったら何してとかって、いいの、そういう、イエスさんみたいなと思って、そう、雨にも負けず風にも負けず、そういう歌やん、そういうシーンやんか。だからその人がね、本当にそういうことをしてたんだって。でそういう人に私はなりたいって最後に宮沢賢治が書くやん、あれはそのクリスチャンの、そのなんとか宗次郎さんっていう人らしいんだけど、でその人は最後、内村、その人もなんか仏教徒やったんやけど、内村鑑三と出会って、そので変えられてクリスチャンになって洗礼を受けて、洗礼を受けてからものすごい迫害が始まって、でもそこの石の 花巻ってところで仕えて、とにかくへりくだってへりくだって新聞配達の仕事しながら、あの周りの子供たちに飴あげたりとかして、で福音伝えてってやつなんだって。で最後に内村鑑三から呼ばれて、離れて晩年東京に行くときに、誰でも来てくれないだろうなと思ったけど、最後その電車に乗るときに、ものすごい町長さんとか場所有力者とか、いろんな人がブワーって見送りに来てくれたんだって、感動したって。その中の一人に宮沢賢治がいたんだって。で電車もなんか出発するのに、なんかすごい出発を遅らせたぐらい、でゆっくりゆっくり、初めてのことなんだけど、ホームをゆっくり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 出るときに、みんなとお別れができるようにっていうぐらい人が集まったらしいのね。
夢の話だし、うん、でそこに生かされたね。でそうそう、それでも宮沢賢治は、うん、でなんか他の本の中でもなんか銀河鉄道の夜とかっていう本とか書いてるのかな、うん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 、その本の中でもなんか賛美歌が出てくるとかって、うん、歌詞が出てくるらしいのね、うん、だけど彼は法華経の貫いて死んでいったわけよ、うんうんうん、でもそのクリスチャンの聖書のこともよく知ってたし、うん、クリスチャンの友人にも憧れてたし、うん、最後に悔い改めをしたかったと思うんだけど、うん、でも救われてないって、うん、で聖様が私は彼も救いたいって言った、うんうん、で彼の墓に生かされたわけよ。そしたら宮沢賢治が、まあ、3人4人ぐらい見える子がいたんやけど、うん、そこに座ってよく来てくださいましたって言われてね、うんうん、でやっぱり泉ちゃんが見たらやっぱり足が外がつけられて、うん、悪魔がグワーって掴んでるわけよ。でその悪魔をもうつのべいてグワーってみんなで拭いたら、ピキ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 って結界が入って、その鎖足かすがポロッと取れたわけ。で悪魔も、まあ、サタンがいたんだけど逃げていったわけ、悪霊がね。ほんでそしたらつのべいグワーって一気に拭いたり丹波に出たったりしたらさ、もう住職さんがさ来て、ここで大きなことを声出しなきゃさとか言って、種類すねくる当たり前やんな、あすいませんって言ってくれて、すいませんって言ったら、あの来てくれたことはありがたいんですいませんって向こうも言いながら穏やかに収まって、でもその時にはもう鎖が砕かれてたわけよ、うんうん、で賢治さんに、まあ、福音を、吉田さんがね、もともと宮沢賢治のファンで行きたいって彼が言ったから行ったわけよ、じゃあ伝えてくださいって言って、うん、でそこで生産式をの意味を教えながら生産式一緒にやって、うん、で賢治さんにこう伝えたわけ、うん、このようなもののためにね、イエス様は十字架にかかってくださったんですねって、形けないって言って泣きながら大粒の涙がポロポロ流れながらね、一緒に生産式をしてね、うん、そしたらよ、前回あの東北にいた時に雫石にね、うん、なんか生かされたそのたまたま、その雫石はあのアナの事件があってね、うん、日本で初めてジャンボジェット機のあのと自衛隊がぶつかって、うん、で自衛隊の人は助かったのね、うん、パラシュートで降りたわけ、うん、だけどアナは乗客全員が180万名とパイロットも全員が死だったのね、うん、でその次に JAL の御巣鷹山の500人のやつがあってね、うん、で JAL の方は取り出しに行かされたじゃない、うん、だけどアナはそう言ってなかった、そこにたまたま雫石だったんだけど、うん、生かされたわけよ。なんか東北行く途中で通ったんだって。で、アコちゃんが、アコちゃんはほら、アナのさ、ご主人パイロットで、うん、お父さんもパイロットで、うん、自分もアナのグランドホステスだったわけ、うんうん、で、この前までアナと勤めてたわけ、うん、だからどうしてもそこの現場にいてやっぱ取りなしをしたいって思いがあったんだって、うんうんうん、だ気がついたらそこにのホテルにね泊まってたらしいのよ、うん、なんかせっちゃんが なんとかのプリンスホテルに泊まろうって言ったらそこに行ったら雫石だったらしい、うんうん、でその近くに神様に聞いてみたらって言ったら聞いてみるって言って、そこにやっぱり行けって言われて行った時にみんな上がっていったんだけど、福音を伝えたらね、パイロットだけはねどうしてもね責任があって、自分がこの原因でね多くの人を殺してしまった、しかもそのパイロットのとこで生き残ったその家族がねすごい責められてね、なんか誰かが自殺、多分奥さんだと思うんだけど、家に卵投げられたりとかね、すごいいじめられたんだってご主人で、それで多分自殺しはったと思うのね。そういうこともあって私はねそんなに天国に行けるわけないんです、行くわけにいかないんですって言って一人で残ってはったわけよ、みんなが上がったのに。そしたらそこでアコちゃんが、私もね夫もパイロットだから分かりますって、今あなたのせいじゃないんですよって、実はそれもねじゃあ御巣鷹山と一緒でね事件だったわけ、自衛隊の飛行機がぶつかって、うんうん、で自衛隊はでその人たちね、うん、中に乗ってた人たちがねやっぱ不自身の人が多かったのよ、うん、でやっぱり殺人なんだよね、うん、殺したかった人がいてその飛行機を落としたっていう自衛隊があるやん不自身って、うんうん、でなんとその証をあこちゃんが前回横浜で それで大丈夫ですよってパイロットだからね、うん、私あなたがやったんじゃないんですよって言ったら、最後にその人がありがとうございますってなって、でイエス様がねジャンボジェット機に乗ってね、うん、来てくれたの、うん、でパイロットの姿でね、うん、で降りてどうぞってそのパイロット乗っけて、うん、天に上がっていったっていう演出がもうすごかったらしいのよ、うん、もうみんな感動しててさ、でその話をちょうど前回 の横浜の礼拝の時に証しをしたのあこちゃん、うんうん、そしたらそこに静岡からなぜか参加してたヒロさんっていうメンバーがいて、うんうん、その人の奥さんのおじいちゃんおばあちゃんがその事故で亡くなってた、
人だったのね。だからその乗客186人のうちの2人は自分の祖父とあのおじいちゃんおばあちゃんですって言って、その証を聞かせたから、おじいちゃんおばあちゃんはそう天国に行けてないと思ってたけど、そうやってみんなが開けてくださったんですね、ありがとうございますって、そんなこともあって、でその時はだからパイロットに、ね、飛行機で来てくれたわけよ。で今度は宮沢賢治さんのお墓にね、イエス様がね鉄道で来てくれたの、なんかこう銀河鉄道みたいな、そう銀河鉄道、ほんですっごい鉄道が来てる、ここにいて銀河鉄道がここに来てるって泉ちゃんがもうはっきり見えるから、そしたらね後ろに時計台みたいなね、時計台があったわけよ、そのお墓のすぐ後ろにね。でそこに最初雲がね、天使のあピュッピュッ三方にね、雲がピューンってなってたわけ、太陽の光線みたいになってたわけ。でその光線になってた雲がね、最後ね下鉄道が来た時にピューンってね線路になったの、雲の線路になったの。そう映画みたい、本当にそれはもうみんなで目撃できたわけ、写真撮ってあるからね。その線路にその下鉄道がね、そっからそ時計台駅みたいな感じなわけよ、そっから出発しますってなって、鉄道が来て、レンガ鉄道の39も思い出すの。そうイエス様が機長さん、うん、切符切ってるって、うん、だけど宮沢賢治だけじゃなくてそのお墓周辺にいた人たちみんなはね、うん、俺もって言ってね、うん、集まってきてね、みんな福音を伝えたわけよ。でみんな乗り込むのをイエス様最後まで待って、すぐには出発しなかったって、うん、全部の人のチケットをこうやって切ってね、99匹まで羊だけじゃなくて、そう全部待って、うん、最後みんな乗り込んでから、うん、で手に上がっていったって、すごいなとか思ってさ、トリップ楽しそうやな、めっちゃ楽しみ、みなちゃんも一緒に行こうよ。行きたいけどな。土台さんがちょっとほら見言葉を送ってくれてますから、はい、本当私ただこれ読めないんだけど、はい、なんて土台さん、まず、うん、マタイによる福音書、多分迫害のところ、うんうんうん、宮沢賢治があの憧れてた人の話してる時に、うんうんうん、マタイの福音書5章10節、うん、義のために迫害されているものは幸いです、うんうん、天の御国はその人のものだから、うんうんね、次がネヘミヤ記 4-2 章、うんうん、どこでもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、うん、私たちのところに集まってきなさい、うん、私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ、アーメン。これ高速道路とかね、うんうん、この箴言153、うん、角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ、うん、十弦の琴と盾琴を奏でて神を褒めたたえよ。すごいね、聖書載ってるよね全部ね。そうそう、角笛をね吹き鳴らしてね、うん、吹き鳴らすと角笛ってね、うん、神の声なんだってつって書いてあるところがあるんだけど、角笛をブーッと吹き鳴らすとそこから神様の声が語られてる、うん、だからある人に場所では福音がよとなって、その声がね、うん、死者の人たちに伝わっていく、うん、とか、なんか敵をやっつける神の声でもあったりとか、うん、破壊力って、そうよね、だから威厳と同じ、威厳、うんうん、もさ、その時その時によってさ、一番必要なことを祈らせるし、うん、一番必要な言語に変わるし、うん、一番その時その時に変化するわけよね、威厳って、うん、角笛も全く同じって、だからその時にそこにいる人たちに神の福音が語られるとか、神の言葉がコマンドするとか、うん、だから角笛と賛美で大体勝利してるやん、イスラエルの戦争って、この旧約聖書見た時にさ、大体角笛吹いてるよね、そう、うん、そう、ね、ヨシャパテとかもさ、うん、戦場でさ賛美部隊置いてさ賛美したらさ、敵が18万かなんか敵が全部さ同士打ちしたりとかしてさ、結局こっちはこの戦いは死の戦いだって、うん、あなたたちが戦うのではない、静まってみなさいって言ってさ、何もしてないのにさ、うん、敵が勝手にさ、うん、同士打ちして滅びていくわけよ、うん、それ角笛と賛美の威力なわけよ、うんうん、だからうちらも今回も行くところへ来る子で角笛、うん、言ったよね、私角笛吹けるようになったって話した、うん、子供がブータリで、そう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 、もう無理してしょうがないからな、ね、あちこちでね言ってるよね、本当に吹けてるもんね、るわけ、あの長いやつね、そう、あそこちゃん前おもちゃみたいなやつでしか吹いてなかったよ、長いやつ吹けるようになったんよ、そうさ、すごいでね、本当に音が違うよね、音が違う、ね、ちょっと、あ、なんかあれですか、実演ね、うどんの手打ちみたいな作ってくれたんよこれね、あの角笛のバッグをね、あの岡山にいるくーちゃんが、うん、角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。神の声って書いてある。これね、
だんだんからこう上がるわけよ、うん、ピー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 4段階ぐらいほんと上がるの、うん、でもまだ2段階しか4駅しか行けないんだけど、うん、すごいよね、あの角笛のショーファーって言って検索するとさ、うん、パン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 、すごいかっこいい音楽になってるわけよ、これで角笛だけだ、角笛だけでめっちゃかっこいいで、パン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 、すごいかっこいい、ショーファー吹きって、ショーファーブロワーってあるわけよ、YouTube だった出てくるのかな、 YouTube、ショーファーブロワーって弾いたら出てくるよ、うん、めっちゃ上手、もうすごい、本当に神の声だってわかる、うん、ショーファーブロワー、ショーファーブロワー、ショーファー、ショーファーブロワーかな、ショーファーって言うんだけど、強いなことね、すごい、もうこの角笛で本当に破壊力があるね、でうちらがブーって吹くとダディもなんか今回もダディが一緒に来てくれて、こうセレナ車3台で行ったの今回東北鳥なしは、うん、ででもさ、要はさ、そのトリップしょっちゅうしょっちゅう行ってさ、飛行機代でしょ、ガソリン代でしょ、車借りるお金でしょ、ホテル代でしょ、よう満たされるよ ね、 ね、どんな風にして満たしてるの、なんかね、うん、その時その時ね、うんうん、毎回ね、そのトリップに参加されるそこの人とか、うん、なんかちょいちょい献金がパーンと来て、うんうん、それもみんなに分けなさいって言われるわけよ、うんうん、だからあの私たち奉仕者だけじゃなくて、うん、そうみんなにもう参加した人みんなにホテル代も、うん、ガソリン代の補助も全部出したいって言って、うん、なんか神様に、ね、与えられる、普通続かんようになるよね、お金ね、続かんようね、こっちだとね、21万円のなんか家賃だってあるしさ、そうだってさ、ね、15人とかで行ってんだよ、うん、15人分のホテル代とさ、すごいよね、3台分のガソリン代と、うん、さ行ってし、外食せないかんやん、外食代もかかるしさ、そう、断食はあったとしても、うんうん、満たされるからすごいよね、あつかちゃんの何よりの証しですもんね、ほらそのすごい赤ね、豆腐のドリップも、はあすごいですねって思うけどさやっぱりさ何よりも仕事してないやん、で前なんかさバリバリの社長でさ年収何億も稼いでた人が神様にパンを水を投げなさいって投げさせられて、それであしまった、なんかこのお金だけ取っといたらよかったのにって忘れて全部ね少しずつだけで捧げましたがな、もんなしになりましたかなみたいなところまで行ったわけやん、でね、祈ったら、ね、神様私女やもみのようになってしまいましたどうしてくれるんですかみたいな家賃どうやって払うんでしょうかみたいな、家賃のだけで置いとってるわけだけど置いてないですって言って、そこからよね、そこから始まったね、21万円でさ普通の3倍以上よね、うん、普通の人のさ、うんうん、普通引き払うよね、信仰があってもなくてもさ、ね、もうすみませんちょっと3万5千円とかに変わりますよとかさ、そうでもさ、うん、引っ越せへんわけよ、だってさもうさ、うん、仕事してないからさ帰られへん、逆にね、うん、でも21万円やったらさ次のさ安いとかだと敷金とか出るよ、敷金とか引っ越し代とか出るけど、あそうかそうか、でもやっぱりあつかちゃんあそこを開放してさ礼拝したいみたいなのいいやんか、だからね神様どうすんのどうすんのどうすんのとかって、うん、そしたらさ本当に50万100万じゃなくて21万円近辺のお金が与えられるよね、そうぴったりねぴったり本当にすごいよね、それが今も続いてて、しかも、うんうん、あそこでね住み続けるだけでもすごいやん、住み続けて食べ続けて光熱費払い続けてやな、うんうん、車もあるやん、うんうん、それし続けてで子供たち子供へとお金かかるね、うんうん、と時期もあるやん、うん、また時期の人もおるやん、金かかってる下の子なんて山内子美容学校行って、あんたいくら、ね、いくらかかってんの授業料200万か300万かかってんで、かかってるよね、ねえよ、いやほんでそれでほんまカレー島美容師になってさ年収1億になってくれたらね、うん、いいけどな、奨学金やれって言ったのになかなかなか戸惑ってて、ごめんちょっと今回間に合わへんかったとか、みたいな、本当東京で生活だけでも10万かかるわけよ、わかるよね、そうだからさ、うん、今の家賃の20万プラスさ東京の家賃10万私払ってんのよ、30万払ってんの今、だからプラス年間200万の学費も払いました、まあやもうありえんやろ、どんだけ金持ちやみたいなね、神様全部ね、パン水に投げたはずやの、なんでそんなん与えられるのっていう、それが何よりの扱った証しやもんね、そうなのに、うん、最近、うん、新しく、うん、トリップに参加する人が増えていくんやんか、うんうん、でこうなんか引き取り引いたり3人そうよ、みたいな感じ、徳島から来た子とかなんかやっぱりさパニック、徳島、パニック、うん、徳島から、うん、今度徳島ができない、うん、新しくね HOJ がね、うん、四国はいよいよ丸亀を使ってよ、ほんまや、うん、来た、うん、で大体さこう参加される人ってさ、うん、やっぱどっか病んでる子とかさ、うん、
ですよ、ね、そうそうよ、苦しいことを求めてるからね、そういう子ばっかりやんか、うんうん、でそこで解放するために神様がトリップに一緒に連れてきなさいって言わはるわけよ、うんうん、連れてく中で解放されていくわけ、うんうん、最後バーンって変わっていくわけよ、うんうん、途中で洗礼を受けたりしてね、うんうん、でその前もそういう子がいて、うんうん、だからどう考えてもお荷物ったら失礼やけど一緒の奉仕者ではないわけや、うん、だけど神様はそういう人にも一緒にこのいただいた献金をみんなに分けるんだ、うん、同じだけ分けるんだっていうわけ、うん、ちょっと待ってってこっちはあの私めっちゃしんどいんやけどめっちゃ大変だけど私そうさ責任もあるしそうだけどこの前入ったばっかりのこの前洗礼受けたばっかりのしかもこうまだしんどい解放を続けている、うん、その人と同じ分けるのってすごいちょっとってなったわけよ、うん、泉ちゃんにも。そうするとさみんなに分けるとさやっぱり減っていくやん、うん、一人のねうんそう、うん、すごい少なくなるわけよ、うん、ね、泉ちゃんこんなこと言われたけどとか言ったら、うん、とか言いながら、うん、それはないですよねとか言いながら、うん、あでも今ブドウイの例えのところが私も今来た今来たそう朝から仕事した仕事夕方の人とね同じだけ分けたい朝の人のことあんた言われなかんのみたいな逆か夕方の人ねそれそこが来てさマジですかみたいなだからあなたたちベテランも、うん、昨日入った人も同じ時私はあげたいんだよとか言われてさ、うんうん、みんな一でなりって書いてるそういつもなんです一でなりそうするとこっちのトリップが極端に少なくなるわけですよもうしかもトリップとか行ったらもうみんなで15でなる15人もみんなに献金を分けるから全然もうスズメの涙ぐらいになるわけよ生活できませんけどこれではとかって言ってるけどでも不思議にどっかから最後はなんか満たしてくれはったりするんよね、うん、結局なんかあすかさんね祝福されてるよね経済ね、うん、頼むから1万貸して1万5千貸してとか言われること1回もないんだあなたに貸したらなんかねいいことありそうやから貸そうと思ってんのにさ貸さんかっても美味しいものご馳走するだけでいいんですよそれで神様が返すからそうそう返してくれるもんねきっちり、ね、そうハレルヤハレルヤハレルヤ、ね、皆さんあの、ね、今度土台さんよう聖書知ってありますねでもねすごいね伝道者のとあるあなたのパンを水に投げようそうそう上に投げようずっと水投げようキリスト者のあなたもキリストの弟子だというので水一杯くれるものには決して報いが漏れることがないっていうさ、はいはいはい、だからねちょっと出してくれるはずどこでしたっけだからね本当にみどりちゃんもそうやけど、うん、こんなね私にねよくしてくれる人は皆さんそれ以上の報いを受けるんですよそうだからねそのちょっとね下心があってね中古車ね中古車の方だけそうやそうやほんまみどりちゃんからね車2台もいただいてねちょっとびっくりですよね前いただいた車すっごい重宝してて、ね、それが、うんうん、私が行ってる間にさやっぱカウンターアタック敵のカウンターアタックやね、うんうんうん、大きいとこ取りなし行ったりしたらさ、うん、主人がもう子供次男も事故る主人も事故る、うん、で主人がみどりちゃんたまたまみどりちゃんの車乗ってて、うん、あいただいた車乗ってて、うんうん、大破してしまったんよ、うん、でも彼は8針塗っただけで済んで、うん、体は全然無事やったんよそれがもう神さんの守りなんやけど、うんけどね車なくなったんよそれで私が帰ってきたら、うん、あれ車ないやんみたいなもうショックでさそしたらみどりちゃんがまた今回また1台できたからあげるよとか言ってさ、うん、えっ、ー、行き先がねいやこのあのほら今回6月に私が代表になって、うん、会社の中がガタガタガタって変わったわけよ、うんうんうん、朝昼晩泉ちゃんの言う通りにしてたら、ね、これが無駄っていうのがもうひっとも本当だったらこの人にもお願いしてどうにかお願いできますかって言わなきゃいかんのに、うん、その人からも立ち去るみたいなのもありのも詳しくは言えない、うんうんうん、そんなもあって、うん、そんな中で車が1台その、ね、使ってたやつが出てきて、うん、でこれどうしようとかってもう社長のあるやろ私のあるやろでもこれでもさ営業者とかのこと番があるしね駐車場に置いといてもねあれやしでもねなんか売るのもねなんかそんなね特殊やしアスカちゃんの顔がパンって感じさ、すごい。アスカちゃんにあげるのもいい。ねえ、ちょっとあげていいですか。よげるよげるよとかね。マジで、すごい。もうさなんかもう何でもしたいしね、あのやっぱアスカちゃんの幽霊に対する思いがすごいとかって、あまあいろいろ何派とかあるやん。そのこの星がどうなのどうのこうのかっていう人もおるけどもおるし、ねよう分からんでもあるけれども、うん、でもアスカちゃんのとにかく人を救うそのすべてを捨てて、すべて犠牲して神様のために。人目を一切気にせずに何言われようがそれこそ迫害なんかね別にあるかもしれんけどそれにちょっとめげながらもでも神様助けてねとかってそれでさとにかく人のを救うためにもう全部捧げてるやんあれがすごいすごいとかって言っててさ
だからそれにね、まあ、でも自分ら同じようにできないし、私なんかね自分の貯金とかやっぱこれ水に投げられへんのやっぱり無理だなって思ってるよだけどできへんけど、できてる人に何かこうねちょっとだけでもね、このね役に立ったらね、ご無礼に預かれるかなみたいな、報いがすごいたくさん来ますから、ね、今土台さんマルコの福音書9-41、ありがとうございます。土台さん一緒にさなんか参加してくださってるみたいな感じで、ね、あなた方がキリストの弟子だからというので、うん、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は、うん、決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。アーメン。本当ですよ。もっとこれからもアスカちゃんにね水一杯飲ませます車の3倍の祝福がみどりちゃんと社長の上にありますように。アーメン。受け取りました。感謝します。ほんで3倍来るからね、これ言ったらほんまに来るから、うん、だってもっと家のあげとったらよかったなるみたいな、もっと単価の高いやつあげとったらよかったやいやほんまにすごいよね今回も ね、 素晴らしいですね、聞かせていただいて ね、 ね、私もちょっとね出し込んできたけど、別になんかね だからどうしたのみたいなばっかりやからさ、もうこの話聞くだけでいいよ。あれ終わった？そうですか、あれ今回あれか、あれ50分しかないか、なんかあれあれなんかほら CM 入れんでいいって言ったんじゃん。CM 入れなくて、ね、んじゃん。この時間はあれなのかな、それか間違ってはんのか。間違ってるの、間違ってるんや。1時間やらせてくれるの違ったな、なあ。ということで皆さんさようなら、ありがとうございました。でも塩の話はできてよかったです。塩の話はできてよかったです。まだあと3個ぐらいやってんけどできなかった。なんかこうあのね、この朝からの時だけは一郎社長の協定で CM 入れずに3時までの約束で、そのつもりで喋ってたんですよ。ああ、すみません、うん、この時間がどうしても生放送前後があるので、うんうん、あの56分になってしまった。それであらかじめね、あの今回は56分ですが、今回は3時まで教えてもらえるといいですか。ああ、わかりました。はい、お願いします。ありがとうございました。